どうもこんにちは。ただいまの時刻は午前10時30分頃、成田空港第1ターミナル駅に来ています。今回はこの駅から京成上野駅まで、スカイライナーを利用して移動します。ホームに降りるとちょうどスカイライナー10号が発車していきました。列車発車時刻まで10分ほどしかなかったため、この列車の次の12号のライナー券を購入したのですが、乗ろうと思えば10号に乗ることは可能でしたね。ちなみに次のスカイライナーは40分後の出発です。朝夕は約20分おきに、日中は40分おきに走行しているそうです。日中30分おきの走行だと思ってたので、40分おきと知った時は少しびっくりしました。先ほどのスカイライナー10号発車から15分後、今度は回送列車が発車していきました。ちなみにスカイライナーが発車するのは5番線。5番線発車後3番線を通過していくんです。つまり3番線と5番線が縦に並んでいるということです。ちなみに2番線と4番線もこれと同じ構造になってました。と1番線は、どこにあったかな？発車時刻の2分前になって乗車電が入線してきました。結構ギリギリまで来ないんですね。この駅から乗車するのはスカイライナー12号上野駅。終点京成上野駅まで乗車します。駅の券売機で先頭号車である8号車の席を指定しました。ライナー券は窓口やホームの券売機で購入することができます。この日は窓口が大混雑だったので券売機で買いました。というかこの列車、先ほどの回送列車と同じ車両かな。ドアが開いたので乗車します。デッキでは車内 BGM が流れていました。車内は2列足す2列の回転リクライニングシート。車端部には空港アクセス特急ということで大型荷物置きも。座席のシートピッチは広めに作られていて、足を伸ばしても余裕がありました。またコンセントが各座席に1個ずつ設置されています。スカイライナーでは新幹線普通車などと違い、どの座席に座ってもコンセントが利用できるということですね。背面テーブルの耐荷重は 10kg。他の号車には自動販売機も設置されていました。座席は薄めですが、乗車時間は全区間乗っても約40分なので気になりませんでした。というか空港から上野まで40分で着くのか。座席のリクライニングはボタンではなくレバーで操作します。これは意外でした。列車は定刻通りに成田空港第1ターミナル駅を発車。スカイアクセス線の時速160キロ走行が楽しみです。第1ターミナル駅発車から1分ほどで次の停車駅、空港第2ビル駅に到着。この駅を出発すると次の停車駅は日暮里です。空港第2ビル駅を発車してから3分も経つと列車はすでにこの速度。発車してから数分の間は短いトンネルがたくさんありました。それにしても早い。ちなみに同じ区間を利用する場合でも、京成本線経由とスカイアクセス線経由とで運賃が変わるんです。京成本線経由だと1030円、スカイアクセス線経由だと1240円となっていました。この列車は成田スカイアクセス線を通るので、スカイアクセス線経由の運賃を払うことが必要です。そして有名な成田湯川駅を高速通過。ということは今は時速160キロで走行しているのかな。スカイライナーのライナー券は1230円、成田エクスプレスだと東京駅まで1700円なので、成田エクスプレスと比べるとこっちの方がお得なのかな。ただ空港から長距離移動をするなら成田エクスプレスの方が便利ですね。2010年に営業を開始したこの2倍目 A 型。その見た目から車内に展望席でもあるのかなと思いましたが、実際は展望席などはなく壁になっていました。乗務員室後ろに小さな丸い窓がありましたが、トンネル内反射防止のために全区間閉められていました。しかしその代わりに車内の液晶ディスプレイでたまに前面映像が流れてました。前面展望が常に見れればもっと良かったんですけどね。さてスカイライナーといえば在来線では国内最高速の時速 160km で走行することが有名ですが、時速 160km で走行するのは北総鉄道の終着駅、印旛日本医大駅から成田空港第1ターミナル駅の区間です。印旛日本医大駅を通過すると北総線の最高速度である時速 130km で走行します。つまり高速走行を行う時間は全体の4分の1程度なんですよね。それでも高速走行区間では新幹線のような車窓を眺めることができます。高速走行区間では車内から聞くことのできる走行音も、普段の在来線特急とは違った独特なものだなと感じました。
総鉄道7300型を追い越して印旛日本医大駅を通過。ホームには京成電鉄の車両も止まってますね。北総9100型を見るとラッキーだなと思うのは自分だけかな。ここからは駅の設備などが160キロ走行に対応していないため、時速 130km と先ほどよりも速度を落として走行するようです。時速 130km 走行が遅く感じられてしまうほどです。電石を鳴らして印旛牧之原駅を通過。この列車はミュージックホーンも搭載されているようですが、今のところ水鳴はなさそうですね。新京成線、東武アーバンパークラインとの乗り換え駅である新鎌ヶ谷駅を通過して、新鎌ヶ谷駅通過後に北総鉄道9200型とすれ違って、成田空港行きのスカイライナーとすれ違って、JR 武蔵野線との乗り換え駅である東松戸駅を通過。ちなみに特急料金不要のアクセス特急は、新鎌ヶ谷、東松戸の両駅に停車します。スカイライナーではなくアクセス特急を使っても、成田空港から京成上野駅は約1時間で行けるようです。江戸川を渡って東京都に入って、北総鉄道の起点駅である京成高砂駅を低速通過して、中川橋梁を加速しながら通過。しばらくしてからヘッドマークをつけた3700型とすれ違いました。京成高砂駅から青戸駅の間は複々線になっているようですね。そして列車は青戸駅をゆっくり通過。この駅で押上浅草方面の京成押上線と分岐します。青戸駅通過後は速度を上げて荒川橋梁を通過。ちょうどこの頃進行方向左側には東京スカイツリーが見えました。成田空港第1ターミナル駅を出発してから40分で日暮里駅に到着。 JR 線との乗り換えは終点上野駅よりも日暮里駅の方が便利ですが、せっかくの機会なので終点京成上野駅まで乗り通してみます。日暮里駅を発車してから約5分、終点京成上野駅に到着。初めてのスカイライナーでしたが、在来線最高速度の高速走行には圧倒されました。それでは今回の動画はこれで終了とさせていただきます。最後までのご視聴ありがとうございました。ちなみにこの後は京浜東北線に乗り換え京急線に乗車しました。はい、そこ最初からアクセス特急に乗った方が早かったんじゃないかとか言わないこと。スカイライナーに乗車するという一つの目的を達成できたからいいんですよ。